さんこんにちは。今回の動画、来年スタート2261話、この261話で起きそうなことを予想していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていて思った方、高評価よろしくお願いします。それでは本編、最後までご覧ください。260話では東東京準決勝1試合目が完結。宮脇市エース大黒のフルネームが判明。春大でベンチ入りしていた鵜久森1年生2名の今大会の背番号が判明。川上が怪我を受け入れ、準決勝の行動を誤ったり決勝では声出しすることをメンバーらへ伝える。聖堂三塁コーチは小野、指の怪我が完治したためバッティング練習再開。本職であるキャッチャーに戻るのか。個人的には決勝ものが三塁コーチャーを務めると思います。午後連で決勝前最終調整をする沢村、みゆきはまだバッティング練習をしていない。現在沢村とみゆきは気まずい関係。そのためはじめ沢村は奥村と一緒に決勝前最終調整をするつもりだった。しかし沢村は川上の影響で奥村ではなくみゆきへ変更。260話では沢村がみゆきにキャッチャーをしてくれないかと打診して終了。261話この次から描かれます。261話で起きそうなこと。まず1個目は沢村みゆきの気まずい関係が解消。沢村は今大会の準決勝で過去一番のピッチングをしたものの、256話の影響で沢村みゆきの関係性が悪化。256話で沢村はみゆきのプレー権に対する本音を聞いてしまった。まず沢村はなぜ自分ではなくクリアに本音を話したのか。こういった影響で沢村はみゆきとは合流せず、一人精神寮の階段下で上の世界やプロについて考える。沢村がこの考えで行き着いた答えは果てしねえ。みゆきは準決勝の反省会も兼ねて徳村経由で沢村をみゆき部屋に呼び出し、そしてこのみゆき部屋で事件が起きた。沢村が合流したみゆき部屋では、右バッターへのバックドア、ナンバーナインとのコンビネーション、この2つを決勝ではどう生かすか、みゆきや沢村に相談していました。しかし沢村は256巻の影響で上の空。まず沢村は甲子園の決勝まで行った場合、あとみゆきとは何回バッテリーを組めるのか口にしてしまう。この沢村の発言にみゆきは甲子園前に予選の決勝と突っ込む。沢村は何か言い返そうとしたが気まずい雰囲気。この雰囲気に耐えられず、沢村は少し切り気味でみゆき部屋から退出。沢村もフレア同様、1試合でも多く1イニングでも長くこのチームで戦いたいだけなのに、口下手な結果うまく思いを伝えることができず現在に至っています。次回の261話で気まずい関係が解消されるであろう沢村みゆき。沢村がみゆきに言えなかった思いを伝え、決勝前最終調整。はじめこの決勝前最終調整で沢村は準決勝の完投や疲労のことも考えて体とボールをチェックすると言っていた。しかし217話のみゆき部屋で沢村はみゆきの発した決勝ではどう生かすかの課題をしっかり聞いていなかったに違いない。この短いの261話で気まずい関係が解消した沢村は、右バッターへのバックドア、ナンバーナインとのコンビネーション、この2つをベースに決勝前最終調整。続いて2個目は2年と4ヶ月。前回の260話の最後のページ、次回予告にて、死後2年と7ヶ月に続く。しかし後日、第2エース公式 Twitter を確認すると、2年と7ヶ月ではなく、2年と4ヶ月のミス。2年と4ヶ月というと、現時点の三重の代、高校野球での活動日数。つまり次回の261話では、三重の代の2年と4ヶ月を振り返るのか。まず昨年の結城の代のように2年と4ヶ月前に戻って、みゆきの代の聖堂入学地から1年秋の新チーム指導時まで描いてくれるのか。以前こちらの動画でも言いましたが、個人的に気になっているのはみゆきが1年生で迎えた夏編。みゆきはクリスの怪我の影響もあり1年生から正捕手、1年秋の公式戦で正捕手を務めていましたが、1年夏ではどんな立ち位置だったのか、1年夏からみゆきはベンチ入りしていたのか、それとも試合に出ていたのか、こういったことが気になっています。ちなみに昨年の結城の代が聖堂入学時の回想は146話から147話、約2話にかけて描かれていました。内容としては、聖堂恒例の新入生の挨拶。クリスは中学生の頃から注目されていたこともあり、他の新入生が PP をしている間即練習参加。日差しきはピッチャーとして聖堂入学者が制球力が絶望的だった。また結城は新入生の挨拶でどこでも守れると言っていたが、ハンドリングが絶望的だった。結城らが1年生で迎えた夏編。この夏編で聖堂は準々決勝で三高対戦。この試合は高校の三高が先制するも、即聖堂が同点に追いつき、4回には勝ち越しに成功。しかし4、5回裏にあっさり逆転を許し、聖堂もなんとか終盤に追いつくも、聖堂が三高から取れた点数はここまで。7回の裏に三高が勝ち越しに成功。結果4対5で聖堂三高とのシーソーゲームに敗戦しています。その後、結城らが初めて迎える秋編に突入。新入生の挨拶の時は、クリス以外、エボシー選手がいなかったが、日差しきは当時のようにピッチャーから外野手でコンバート。
外資にコンバートした伊佐式や守備のミスが多かった結城らが特集。また誰か一人が自主練習することに陽性などが自然と集まり、結果戦力向上。福井さん2年夏から怪我の影響で前線から離脱するも、結城は1年秋からベンチ入り。2年夏ではチームの主力、他の選手も力をつけ、結城の代が最終確認になった時は甲子園を狙えるクラスまで成長。続いて3個目は鵜久森対仁王学舎。前回の260は来年で初東東京夏隊の模様が2ページ使って描かれていました。東東京大会準決勝1試合目、帝東対春日一高。この試合は帝東が先行、春日一高が後攻。東東京の大会ということもあり、2対1と帝東が1点リードに迎えた5回の裏まで話が進行していました。6回の表、帝東はこの回4番乾が先発向井の好投に応える右中間へのタイムリーヒット。二塁ランナーと三塁ランナー計2走者がホームへ生還。4対1と2点追加。その後帝東が追加点を入れた情報はなく、春日一高が8回に1点を返すも向井の前に鎮圧。ここまで話した情報のみで決着がついていた場合、4対2で帝東は春日一高に勝利し、決勝へ駒を進めています。東東京準決勝2試合目の対戦カードは鵜久森対仁王学舎。正直準決勝1試合目でも激アツ。次回の261チャーでは東東京準決勝2試合目の模様も描かれてほしい。鵜久森といえば梅宮誠一、投げてはエースとして140キロ台のまっすぐ、変化球の方はスローカーブ、2年秋台で稲荷線を鎮圧したパワーカーブ、打っては4番として試合を決める一発。もしダイネースが東東京中心の作品なら梅宮が主人公になっていてもおかしくないぐらいの濃いキャラとなっています。また鵜久森といえばもう一人選手ではない注目キャラ、記録員松原直。松原は中学2年の時、交通事故の影響で高校では選手として甲子園には行けない体となってしまった。しかし松原は選手ではなくマネージャーとして高校では甲子園を目指す。この発言の影響で現在4強まで駒を進めている鵜久森ナインが集結。当時野球から手を引いていた梅宮も野球再開。松原という人間がいなかったら現在4強まで駒を進めている鵜久森はいない。鵜久森の夏祭前、直近の大会成績を見ていくと、春田4回戦で先々学園を倒し、準々決勝では帝東対戦。この試合は鵜久森、梅宮、帝東を迎え、両エースの好投もあり、ハイエーペースで試合が進行。鵜久森は3回の失点以降、反撃を見せるも向井の前に鎮圧。結果0対3で鵜久森は帝東に完封負け。しかしこの試合は準々決勝ということもあり、鵜久森は春田8強。つまり今大会鵜久森はシード校。準々決勝の対戦相手は不明でしたが、シード校として順調に勝ち上がり、今大会4強。仁王学舎といえばエース大黒。ピッチャーとしては三幸などがいた東京選抜に選ばれるほどの実力。試合では聖堂沢村のようにインコース主体で強気なピッチングを披露。夏祭前直近の大会成績を見ていくと、春隊は西東京4強まで駒を進めた3校対戦。この試合仁王学舎は0対2で敗戦しましたが、試合中盤まで仁王学舎エース大黒が好投。最後まで投げていた場合8回に失点。仁王学舎も春隊発強ということは今大会はシード校。しかし春隊で仁王学舎を倒した3校は春隊準優勝。今大会シード権を持っている帝東高校、春日一高、鵜久森。帝東は稲荷に敗戦したということで1番目に良い成績。春日一高は準々決勝で聖堂に敗戦したということで4番目に良い成績。鵜久森は準々決勝で帝東に敗戦したということで3番目に良い成績。つまり仁王学舎は東東京の中では2番目に良い成績。帝東対抗の D シード確定。準々決勝では大谷高校対戦。この試合は高校の仁王学舎が9回に逆転。結果4対3で仁王学舎が大谷に勝利し、準決勝へ駒を進めています。以上、今回は261話で良くそうなことを予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタもやってますので、フォローの方お待ちしております。